こんにちは、ここはですね、東京都中野区の桃園川緑道という遊歩道ですね。遊歩道というか、もともとは川だったところをこう埋め立てて、遊歩道みたいにした、そういうまあ散歩道ですね。風情もかけらもないですけど、全部舗装されてますし、まあなんていうのかな、遊歩道っていうかね、まあただのこう裏通りみたいな感じなんですけど、今日はねこの桃園川緑道をね、歩いています。今日はですね、2011年の12月の11日ですね。もうまあ気象庁の定義によれば冬ですね。ただ東京では12月になってからが秋なんですよ。いや、そういうわけじゃないんですけど、イチョウの葉っぱとかが黄色くなって、道路にですね、そのイチョウの黄色い葉っぱが、舞い散るっていうのかな、そういう秋らしい風景が見られるのは、やっぱり東京だと11月下旬からで、12月がメインになるんですね。だから、もうすでにね、気象庁の定義によれば冬なんですけど、東京の風景は秋ですね。あ、でもこの前なんか初雪がありましたね。朝方なんか起きたら、あれ雪が降ってるっていうのがありましたね。非常に早いですね。東京ではね、12月中に雪が降るってことはあんまりないんで、珍しいなと思いましたけど、まあでもすぐ雨に戻っちゃいましたけどね。まあこんな感じで車止めっていうのかな、がついてて、歩行者専用道路ですね。自転車はどうなのかな。まあ、こうやって交差する道路はね、ほとんどこう、なんていうのかな、桃園川緑道側が優先ではないんですね。うん、あ、なんか書いてますね。桃園川緑道公園、公園なんですね。これ道路じゃないんですね。一般の道路ではありません。自転車、バイクなどの車両を置くことはできませんってね、書いてますよね。中野区公園管理担当って書いてますから、やっぱりこれ道路じゃなくて、やっぱり公園なんですね。まあ結構、まあなんていうかね、ちょっとしたウォーキングっていうか運動というか、おじいさんおばあさんのちょっとした運動なんかにも使われてますし、それから、まあこういうね、アパートとか、まあ一軒家もそうなんですけど、結構古いね、家とかが結構沿道に多いんですね。で、その家の裏、なんていうの、裏口っていうのかな、勝手口っていうのかな。まあこんな感じでね、これすごいですね、これね。人の家を評論するのもおかしい話ですけど、木ですよ、木、扉が木、木製。ね、この人一人分のね、小さな扉なんかも風情ありますよね。まあこんな感じで、まあ、裏路地みたいなね、そんな感じですかね。またこのカーブがいいですね。カーブして、ちょっと古い感じの、ね、家と新しいマンションがこう入り組んでるところとかが雑然としてて、まあ、中野区らしいといえば中野区らしいかもしれませんね。さて、この通りはなんだっけ？あ、そっか、この通りね、もみじ山通りって言うんですよ。まあこれもそんな幹線道路ではないんですけど、2車線の道路ですね。中野区はね、道が狭いんで、こういう2車線の道路が結構貴重だったりするんですね。で、結構ね、島中へお買い物に来る人とかが自動車で来るじゃないですか。それで結構渋滞したりしますよね。まあ、で桃園川緑道はね、こうちょっとした道路とかの交差部も横断歩道はないですからね。環七とか中野通りとかもちょっと迂回しなきゃいけないのかな。まあ、そういう道路ですね。今そんなことはどうでもいいんですよ。2011年の12月11日なんですけど、本当だったら、今ね、旅行に出てなきゃいけないんですね。東京から京都まで徒歩旅行に出かけるっていう、そういう計画を立ててまして、それをね、12月の上旬からやる予定だったんですけど、まあ、そのつもりでね、こう、調整を進めてきて、よっしゃ、行けるぞってね、もう準備万端のはずだったんですけど、なんかね、12月に入ってからね、右の膝がね、ちょっと違和感が出てきてしまいまして、なんていうのかな、
痛いっていうのと違うんですね。膝が痛いんじゃなくて、なんかね、なんていうのかな、なんかこうネジが一本取れちゃったというか、ちょっとこうなんていうのかな、不安定というのかな、なんかこうしゃがんでる時にも右の膝だけなんかこうバランスが悪くなってるというかね、なんか非常にこう気持ち悪い感じで、なんかねこう、まあ、とにかく違和感があったんですね。それでちょっとね、あの出発を延期してたんですけど、なかなかその違和感が元通りにならないということで、どうしようかなってずっと悩んでたんですね。それで、まあ、それをね、あの違和感があったとしても、私もともと歩くの得意ですから、そんなもんね、面白いハンディじゃねえかってね、強気に押し進むっていう手もあるんですけど、何これ、飛び出し禁止、なんか自動車が、なんか、歯がギザギザになってますね。まあ、こういう風にね、他の道路と全部平面交差ですからね。まあね、いろいろ考えたんですけど、ちょっととりあえずね、軽く徒歩旅行というかね、2、30キロぐらい1日で歩いてみて、その時のね、感触っていうのかな。50キロ、60キロ歩いちゃうと足を消耗しちゃいますから、2、30キロだったらそんなに疲れないんですね。疲れないというか、本当全く疲れなくていいはずなんですよ。今までのね、徒歩旅行とかの経験からして、私は2、30キロ歩くだけじゃ全然疲れないんですね。ですから、今日2、30キロぐらい歩いてみて、その時のね、感触で、ちょっとね、今後の進路についてね、考えようかなと思ってるんですけど、ちょっとね、今のところはね、まだね、家からこのぐらいかな、10キロ歩いてないのかな、歩いてないと思うんですけど、歩いたかなよくわからないんですけど、あ、10キロ歩いてないですね。まだ中野区ですから10キロ歩きようがないですね。まだ全然疲れてないんですね。疲れてないし、この調子でずっと行ければ別に問題ないんですけど、ちょっとね、膝がね、なんか変なんですよね。なんていうのかな、ここはなんだろう、ちょっとなんかこうね、右の膝に、あ、桃園川緑道案内図がありますね。確かね、この阿佐ヶ谷の欅公園っていうのがありまして、杉並区のね、ここから出発したんですけど、ずーっと来て、もちろん家からも歩いてきたんですよ。で、今ここですね、ずーっと行って、神田川で終わりなのかな、新宿区に入って、あ、違う、中野区か。あ、新宿区に入る手前でストップですかね。いずれにしてもね、そんなに距離はないんですね。まあ、こんな風にランニングっていうかね、走ってる人もいますよね。まあ、そんなわけでですね、ちょっとね、今後の方針について決めるための桃園川緑道、徒歩旅行なんですけど、ちょっとね、なんかやっぱりね、歩いてて、右の膝にやっぱり違和感がね、やっぱりこう、拭いされない感じなんですね。まあ、膝に違和感があるといっても、日常生活に支障が出るようなレベルではないんですね。別になんていうのかな、普通に歩く分には特に問題ないんですけど、問題ないし、多分1日に30キロとかね、そのくらいのペースで歩くんだったら、これでもね、十分やっていけると思うんですよ。1日に30キロだったら、全然問題ないですね。疲れないでいけると思うんですけど、1日30キロだと私は満足できないんですね。去年の東京盛岡徒歩旅行の時にも1日に50キロぐらい歩きましたから、今年はさらにこう、さらなる飛躍を目指したいんですね。1日に60キロですね。1日に60キロを歩いて、9日間で京都に到着。これが目標なんですね。で、この目標を、確実にするためには、やっぱりちょっとこう、完全な状態で、出発したいなってね、思いまして。ですので、まだわかりませんけど、今のところ、ちょっと12月中の、出発は、
厳しいかなってね思ってます。本当にこう完全な状態で、足のね違和感も消えて完全な状態で、自分のこの徒歩能力っていうのかな、徒歩能力っていうのはすなわちこの移動能力ですよね。あの他の交通手段ってのは全部こう他の道具に頼ってるわけですから、自分の足で歩くのがね本当の意味での移動能力だと思うんですけど、そのね私のこの徒歩能力をですね、ドカンとね爆発させたいなと思ってるんですね。ドカンと爆発させたいがためにやっぱりこうちょっと慎重になってるというね、そんな状況です。